皆さんこんにちはこれから秋田大学情報データ科学部のご紹介をさせていただきますさて皆さんはこの写真を見てどのような社会をイメージされますでしょうかこれから訪れるデジタル社会をイメージできますでしょうかデジタル社会とは IoT AI ビッグデータロボットなどのデジタル技術を活用することにより一人一人が 多様な幸せを実現できる社会と言われています。情報データ科学部は、まさにデジタル技術を活用できる人材を育成し、さらにデジタル技術を進化させる研究を行う学部です。この図は、情報データ科学部の教育内容を示しています。本学部は、情報データ科学科の一学科編成であり、コース等の設定はなく、入学する学生の皆さんは、 2年生終了時まで一つのクラスとして学びます高等学校では2022年度から情報一致が必修化され主な内容としてコンピューターとプログラミング情報通信ネットワークとデータ活用コミュニケーションと情報デザイン情報社会と問題解決について学んでいると思いますこのような高校で学ぶ内容については本学部で 情報学やデータサイエンスを学ぶ上での基礎知識となり本学部に入学されますとこれらを専門として身につけられるよう三つの特色ある教育課程で学ぶことになりますまず一つ目の特色は一として記載している情報学・データサイエンスの体系的な学びです具体的には基礎 AI 学や機械学習などのデータサイエンス系の科目に加え プログラミングやソフトウェア工学などのコンピューターサイエンス系の科目 IoT とネットワーク情報セキュリティなどのネットワーク系の科目などについて学びます二つ目の特色は二として記載しているアントレプレナーシップの要請ですアントレプレナーシップとは急激な社会環境の変化を受容し新たな価値を生み出す精神でありデジタル社会の構築に必要な実践力を磨きます 具体的には1年生から2年生の基礎教育科目では数学のみならずデジタル社会の企業経営基礎 e ビジネス等の社会科学の基礎を学びさらにデジタル社会 PBL 科目では社会で活用されているデジタル技術を学ぶ授業などに加え企業人材等と一緒に諸課題を解決する課題解決型授業を設定しています。3つ目の特色は3年生から マル三として記載している情報学・データサイエンスの応用分野です本学部では人間情報系・防災・エネルギー情報系の情報関連分野のみならずロボットを AI を活用して制御する知能ロボティクス系を設定していますこれらの応用分野は卒業後の進路として IT エンジニアやデータサイエンティストを目指すのかあるいはシステムエンジニアを目指すのかなどを見据えて 自らの思考により決めることができます4年生では3年生までに学んだ知識やスキルを活用し本分野で活躍する教員の研究室で卒業研究を行います。なお本学部では理系の方のみならず文系の方も受験できる入試制度を設定しており文系の学生さんでも安心して履修していただけるよう1年生に入門数学として高校の数学をフォローする科目を開講する予定です。 次に本学部に所属する教員の研究内容をご紹介させていただきます研究内容は大きく3つに分けることができます左上の人間情報関連研究では情報技術を活用した生体情報のセンシングや人とコンピューターのインタラクションなどに関する情報を収集し人と人のつながりの質を高める情報技術に関する研究を行っています一例として左側の写真は カメラで撮影した画像から、発話内容、機械学習を活用して識別する研究であり、中央の写真は VR 技術を活用し、高齢者などの運転技能を評価するためのドライブシミュレーターの開発に関するものです。ページ下部のデータサイエンス関連研究では、人間の行動履歴や観光における人流、企業などにおける経営情報などのビッグデータを収集して解析し、 新たな観光振興や地域振興に資する研究を行っています一例として、左側の写真はスマートフォンで観光ガイドを行えるよう生成 AI と呼ばれる AI を活用したアプリの開発の様子ですまた、右側のイラストは情報技術を活用して各種エネルギーの状況や流れを可視化しその全体を管理する様子を示しています一方、右上の知能ロボティクスに関する研究として 情報技術を活用し、実際に人間の支援を行うロボット、あるいは人間の代替手段として活用するロボットの研究も行っており、その一例として、高齢者などの歩行能力を訓練する装置の設計や、AI を活用した制御プログラムの開発などを行っています。このように、情報データ科学部では、画像解析や AI、VR、ロボットなどの技術を活用し、新たな情報サービスや、 システム開発などの研究を行っています情報データ科学部で実施する入試について各入試区分における募集人員は表に記載のとおりです一般選抜の前期日程は大学入学共通テストと個別学力検査の配点比率を変えた A 型や B 型を実施し後期日程も実施する予定ですまた特別入試では 総合型選抜1と2を設定していますなお入試の詳細については情報データ科学部の入試ガイダンスの動画で説明していますのでこちらもご覧ください以上で情報データ科学部の紹介を終わりにさせていただきます IoT AI ビッグデータロボットなどのデジタル技術に興味を持たれた方は本学部を進路の一つとして選択いただければ幸いでございます ご視聴いただき誠にありがとうございました。